昔はですね、食中毒って言いますか、お腹を壊すとかですね、そういうことを言いますと、それはもうほとんど、この夏だったわけですね。食品は夏に腐りやすい。この腐りやすいという腐るっていうのはどちらかというとですね、細菌なんですね。それで、サルメネラ菌とか、昔は腸チフス、パラチフス、セキリっていうのが多かったわけですが、そのうちそういうのが全部退治されまして、衛生的になって退治されましてですね、その後サルモネラとかビブリオ菌とかそういった細菌類がですね、夏の主に夏の食中毒もしくは仕出し弁当とかいうものの、集団食中毒というのがあったわけですね。今でももちろんそういったかつて大きかった病気っていうのはもちろん存在するんですが、かなりやっぱり衛生状態が管理されですね、食品の保存状態も良くなり、いろいろご批判ありますけども、やっぱり賞味期限が、表示されるとか、いろんな努力によってですね、いわゆる昔型の食中毒が減ってまいりました。それから冷蔵庫が普及したってことありますね。しかし逆にですね、今度は食中毒なんかがですね、年間を通じて発生するようになりまして、それからここに挙げるノロウイルスとかですね、そういったウイルス系の感染がですね、多くなった。これは2つ原因が考えられると思うんですね。一つは、もちろんウイルスですから、比較的新型のウイルスですね。そういったものが、出てくる。そのウイルスっていうのは、なぜ新型が出てくるかって言いますと、もともとウイルスっていうのは細菌と違って、細菌は完全に生き物なんですね。生き物っていうのは、例えば細胞膜があって、中に、いろんなその生物のものがあって、遺伝子もあって、全て、単細胞であっても少なくとも我々と基本的に違わない生物、これが細菌まではそうなんですね。ところがウイルスになりますと、ちょっとね、その生物と無生物の間みたいなところがありましてですね、それで、遺伝子はもちろんあるんですけども、何か細胞質が詰まってるとかですね、そういうのがほとんどなかったり、いろいろするわけですね。もっとちょっと変わってるのが、狂牛病なんかはですね、まだ完全には分かっておりませんが、細菌でもウイルスでもなく、タンパク質自身が何かの刺激で変性すると、そういうのはですね、新しい何か病気といってもですね、かつての病気とはかなり違うものが含まれているわけです。で、ノロウイルスですね、これは本当に辛いものでですね、この吐き気ある、嘔吐ある、下痢ある、発熱あると、いろいろあるんですけども、あんまり致命的だってことはないんですけども、非常に生活にで困るわけですね。で、ここにノロウイルスは撃退すべきかと、いうふうに書いたんですけども、これが非常に難しいわけですね。要するに、ノロウイルスが感染する環境にですね、例えば病人が出る、その病人が、例えばトイレに行く、もしくはそこら辺に吐くというようなことが原因になる。そのものが川を流れて、二枚貝などの、食品に入ってしまうわけですね。そうしまして、それを十分に調理すればいいけど、たまにはやっぱり生で食べる。そうするとそれが感染するということで、このルートが一つですね。それから直接手洗いが不十分であるとかそういうことで、例えば取っ手につくとか、そういうことで感染して、直接感染して、人の腸管で増殖するわけですね。で、非常にここで考えなきゃいけないのが、このノロウイルスがかかるですね、ウイルスの量がですね、なんか一説によると50個とか100個とかいうものすごく少量なんですね。で、通常その、普通はですね、人間の体の中にいろいろ免疫系だとか防御系がありますから、50個のウイルスとか、100個のウイルスが入ってもですね、大したことないわけですよ。大したことないというか、大体自分でやっつけられるわけですね。かなり多いものがやられちゃうんですよ。ところが、ノロウイルスがちょっと怖いのはですね、実はこの表紙の図には、手洗い不十分で直接人から人へ移るっていうケースもあるんですけども、ちょっと止めにくいのがですね、人間が環境に放出します。そうすると、普通は環境の川とかそういうところに流れていって、それで、そこで薄まってしまうんですけども、ノロウイルスだけはですね、少量でも元に戻っ、人間の口に戻ってきたときには、それで感染するっていう、腸内で増殖するっていう、悪いものなんですね。それで、感染が広がりやすいということですね。
で、まあ、このことはこのことで、またいろいろ研究が進むからいいんでしょうけども、私がちょっと気持ち悪いなと思ってるのはですね、例えば鳥インフルエンザ。鳥インフルエンザってもちろんウイルスなんですけども、これはまあ、おそらくは江戸時代からあったわけですね。それで、多分経路としては大陸から渡り鳥が持ってくる。その鳥インフルエンザのウイルスというのはですね、渡り鳥の体内にあるときには感染はしてるんですけども、発病はしないから、だから渡り鳥は元気に中国なら中国から日本に渡ってくるわけですよ。ところが補菌しておりますからね、これが過菌に、過菌というのは人間に飼われた動物なんですよ。人間に飼われた動物のはですね、野生の動物とかなり違うんですね。感染も違えば、まあ、いろんな意味で、まあ、違うわけですね。それで、そういうことで、結局ですね、日本に来て野鳥が鶏なんかと接すると、そこで感染するという、そういう道筋、鶏に感染して、それで鶏は発病する。つまり、家禽病とかですね、家畜病というのがあってですね、人間のに飼われるということで、調理した食品を食べるからか、それとも人間のと似たような生活をするからか、人間に飼われたに鳥とか人間に飼われた動物だけが かかる病気って結構多いんですよね。だからこれね、もう少し真剣に調べて、何、人間に飼われるってことは一体どういうことなのかと、まあ、いうことを、まあ、調べる必要がまずあると。だからちょっと気持ち悪いわけですね。それからもう一つは、鳥インフルエンザっていうのは前からあったわけで、日本人は鳥インフルエンザの中で過ごしてきたと考えられるんですよ。ただウイルスっていうのはですね、鳥インフルエンザはウイルスなんですけども、ウイルスっていうのはちっちゃくてですね、電子顕微鏡が発見されるまでは見つかってないので、まあ、電子顕微鏡の大体実用化されたのは1960年代ぐらいですから、まあ、その意味ではですね、例えば江戸時代にもしかしたら鳥インフルエンザがいてもですね、それはあんまりわからなかった。それからもう一つは、鶏をですね、20万羽とか30万羽って飼うっていうことが第一なかった。例えば、各家庭ではですね、まあ、多くても10羽とか20羽というぐらいしか飼ってなかったですしね。あとはもう、神社の境内に数羽いるとかですね、まあそういった状態だったんで、鳥インフルエンザに感染した、まあ、鳥がいてもですね、大事にならなかった。しかし最近では、200万羽、300、あ、まあ、20万羽とか100万羽とかいう飼うその農場があるので、そこで非常に大げさになるんですね。で、これをもう徹底的に鳥インフルエンザがあると、もう、鶏を全部処分してしまうんですよ。そうしますとですね、本当にこういうことをやってると、日本人の免疫系が大きく変わる可能性があって、何か強力なウイルスが入ってきたらですね、それやられちゃう可能性があるわけですね。そうしますと、鳥インフルエンザとか、ノロウイルスと、まあ、いうものを考えますとね、私たちが果たして、ずっとこの過去からですね、日本列島っていうのは、あまり大きな感染がなかったわけですね。その理由は私が考えるにはですよ、まず適当に免疫があったんじゃないかと思うんですね。例えば、鳥インフルエンザもあったし、おそらくノロウイルスもあったし、そういうものがあったんですが、それがあまりひどくならずに日本の中にいた。それからもちろん日本は水が豊富ですし、非常に衛生観念が発達してるわけですね。それは日本とヨーロッパと比べますとね、パリなんか18世紀ぐらいまでは、自分の排泄した大便とかおしっこを直接その道に撒くというようなこともあったんですね。まあ、有名な王様で、確かシャルル5世だったか、ちょっとはっきり覚えてないんですけども、トイレに一回も行かなかった。ズボンの中にうんこしちゃうっていうのですね。そういう殿様もいたわけですね。ですから、まあ、日本は、まあ、だからヨーロッパはペストとか、そういうのが流行ったわけですけども、まあ、日本の場合はですね、まあ、そういうことはなく、比較的衛生的な環境だった。つまり、日本っていうのは、非常にある意味でですね、適切に免疫があり、適切に自然の中に溶け込み、かつ衛生的だったということがあったんです。ところが今はですね、下水が発達して、なかなかその免疫がなりにくい、それから蚊が少なくなってですね、人の血を吸った蚊がまた自分の血を吸うとかいう、そういうような、まあ、いわば弱いですね、免疫を形成するような社会構造でもなくなった。そこのところで何かノロウイルスが来たりですね、鳥インフルエンザが来たりすると大騒ぎして撲滅するということで、いつまでもですね、50個とか100個の
小さな少ないウイルスで日本人がやられるっていうようなことがですね、続いてくるんじゃないか。これはかなり深く考えて、まあ、日本の衛生状態っていうのをどうするか、それからウイルスなんかに対する防御をどうするかということを考えなければいけないんじゃないかと、そのように思います。